後半戦はボーダーラインが下に下がる展開となってきています。現在 5.83 という状況でいよいよ終盤戦の本格戦です。第10レースの予選競争を迎えます。なお2番の平本雅之、前半レース負傷のため欠場となります。対戦メンバーは1号艇岡山山地正樹、3号艇岡山平尾隆典、4号艇広島山口剛、5号艇群馬山口智也、6号艇埼玉黒井達也、以上の5選手です。変わらずスタートライン上では追い風が続く水面状態です。前半戦勝って準優圏内は1番の山地が1コース3着6.27、そして4着 5.83 というポイント状況になります。そして日本が現在の選手は2位を決めています。3番の平尾、3コース4番の山口は準優合格です。ダッシュ2人、4コースなど5番の山口、そして5コース勝負だけ6番の黒井。前半戦を投票としました。黒井は1着取って6.33、2着6.33、山崎1番の黒井のリード、3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 番の黒井のリード